皆様、ごきげんよう。今週のご講室、高清水優子です。伊勢の神宮では、今月15日から10日間にわたりまして、125社すべてで神奈祭の神事が行われます。そして、今日う10月17日は、その中心的な行事である神奈祭、 内宮の御正宮におきまして天皇陛下の使いいであるるをお迎えしてて行われることになっています収穫に感謝しそして世界の平和を祈りまた近江宝の幸せを祈るというこのような行事がずっと途絶えることなく続いていることは世界に向けての誇りであり私たち日本人の自慢ではないでしょうか。 さて今日のこの時間ですが天皇皇后両陛下の四大行行刑についてお話をしたいと思います先日天皇皇后両陛下はこの四大行行刑の一つである国民文化祭においでになりました岐阜県での様子ですその様子につきましてはこちら 宮内庁のインスタグラム現在では160万人以上のフォロワーがついているんですけれどもこの中で、えー、豊富な写真とともにご紹介されていますので興味のある方はですねぜひこのインスタグラムをご覧いただければと思っていますこのロイヤルブルーのスーツ姿の皇后陛下とても素敵だと思いましたそして、えー、天皇陛下のお言葉につきましてはフリップを用意してまいりましたのでこちらでご紹介したいと思います こちらです、はい挨拶に先立ち令和6年能登半島地震と各地の大雨や台風などにより亡くなられた方々に改めて深い哀悼の意を表しますとともにご遺族と被災された方々にお見舞いをお伝えいたします。災害からの復復旧と復興が進み 被災された方々が安心できる生活が一日も早く戻ることを願っております。と、冒頭は、まず、被災地への思いを語られました。続けます。第三十九回国民文化祭、第二十四回全国障害者芸術文化祭、清流の国岐阜文化祭。二千二十四の開会式に、皆さんとともに出席できることを嬉しく思います。岐阜県は古,か古くから。 ひだの山、みのの水を意味する飛山農水の地と呼ばれており緑あふれる山々や豊かな森林が育む清流をはじめ四季折々の文化に富んだ美しい自然を有していますまた、我が国の中央部に位置し古くから交通の要所となっていた岐阜の地では 東西の文化の交流などを通じて、県内各地に多彩な伝統と文化が根付き、今なお大切に受け継がれていると聞きます。さらに続きます。岐阜県においては、平成11年に第14回国民文化祭が、また平成14年には第2回全国障害者芸術文化祭が開催されました。 私も当時、皇后とともに第十四回国民文化祭の開会式に出席し、県内各地のさまざまな催しを見たことを懐かしく思い出します。この度、この岐阜の地で再び国民文化祭全国障害者芸術文化祭が開催されます。今大会では、皆さんの日頃の文化芸術活動の成果や地域資源の魅力を 国内外に広く発信するとともに障害のある人もない人も世代や地域を超えて誰もが参加できる新たな交流を作り出すことにより人と人とのつながりや生きがいを生み出すことを目指していると聞いていますこのように国内外から人々が集い豊かな交流が広がることは誠に喜ばしく関係者の皆さんの尽力に対し心から敬意を表します 今回の取り組みを通じ、地域の伝統や文化の魅力が再認識されるとともに、文化芸術活動の裾野が広がり、新たな文化の創造につながっていくことを期待しております。終わりに、西流の国岐阜文化祭2024が大きな成果を収めることを願い、私の挨拶といたしますと述べられています。 私今回ですね、とても新鮮に思えたところがあるんです天皇陛下は皇太子時代からいろいろな記者会見あるいは平成から令和になってのお誕生日の記者会見の時に皇后陛下のことについてはお名前でお言葉を述べられていました今回はですね、この中で上から3行目なんですけれども私も当時皇后とともにというふうに表現されているのがとても新鮮に感じられ印象的に思いました さて今日お話しします四大行幸慶ということなんですけれどもこちらこちらの4つの行幸慶です。全国植樹祭 国民スポーツ大会こちらは名前が変わりました国民体育大会という名前から今年から佐賀県で行われたこの大会は国民スポーツ大会となりましたさらに豊かな海づくり大会令和になって追加されたのが国民文化祭ということでこちら4つの行事につきましては天皇皇后両陛下がおいでになる、まあ、1年間の中で恒例となる行事と言われているものです。 各都道府県が持ち回りで行われる行事で例えば全国植樹祭につきましては今年の5月は岡山県で行われましたが来年は埼玉県で開催されることがすでに決定していますさらに国民スポーツ大会もこちら佐賀県で行われ、えー、昨日おとといでしょうか閉会式も行われましたけれども来年は滋賀県で行われるということが決まっています また全国豊かな海づくり大会は今年11月に大分県で行われまして天皇皇后両陛下がおいでになることがすでに決定していますが来年は三重県で開催されます。そして令和になってから追加されました国民文化祭今インスタグラムなどの写真でも紹介しましたが今年は岐阜県で開催されましたが来年は長崎県で開催されるということが発表されていて。 各県では両陛下をお迎えするための準備ももう何年も時間をかけて行われているんですねただこのような行事につきましては戦後に始まった御公務と言えるわけで四大行公刑に限らず多くの儀式というのはやはり戦後に始まったものがあるんです 来年は戦後80年ということになりますので、まあ、この4大行幸計に限らず皇室の皆様方の公務の在り方ですとか自治体の迎え方ということにつきましても皇族数が減少するという状況を鑑みていろいろと工夫をしたりあるいは令和流の形というのも検討するのも一つ大切なことではないかなというふうに感じた次第です。 この四大行光慶の今度は全国豊かな海づくり大会来月は大分県で開催されるということですのでその様子につきましても現地の両陛下の様子につきましてもまたこのコラムのコーナーでお伝えする楽しみだなというふうに感じております。以上今週のご講室でした